九章。真の知恵はその家を建て、その七つの柱を切り出した。それは肉をほふる仕事を手配し、酒を混ぜ合わせた。さらにその食卓をも整えた。それは侍女を使わした。町の高台の頂から呼ばわるためである。経験のない者は誰でもここに立ち寄りなさい。心の欠けている者は誰でも。その者に彼女はこう言った。来なさい、私のパンで自分を養い、私の混ぜ合わせたブドウ酒を共に飲みなさい。経験のない者たちを捨てて生き続けなさい。理解の道をまっすぐ歩みなさい。あざける者に強制を施している者は自分の身に不名誉を得ており、邪悪な者に戒めを与えている者は自分に欠陥を、あざける者を戒めてはならない。その者があなたを憎むようにならないためである。賢い人に戒めを与えよ。そうすれば彼はあなたを愛するであろう。賢い人に与えよ。そうすれば彼はさらに賢くなるであろう。義なる者に知識を分け与えよ。そうすれば彼は学識を増すであろう。エホバへの恐れは知恵の初めであり、最も聖なる方についての知識が理解なのである。私によってあなたの日は多くなり、命の年があなたに加えられるからである。あなたが賢くなったのなら、それは自分のために賢くなったのである。あなたがあざけったのなら、あなたがただあなただけがそれを追うことになる。愚鈍の女は騒がしい、全く浅はかで、何一つ知るようにはならなかった。そして自分の家の入り口で座席に、町の高いところに座った。道を通っていく者たちに、自分の道筋をまっすぐに進んでいく者たちに呼ばわるためである。経験のない者は誰でもここに立ち寄りなさい。そして心の欠けている者は誰でも、その者に彼女はこうも言った。盗んだ水は甘く、密かに食べるパン、それは心よいものです。しかし彼は死んだ無力な者たちがそこにおり、彼女に呼び入れられた者たちがシェウルの低い場所にいることを知るようにはならなかった。